ゴードン・スタンレー・カクレーンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ブリッジウォーター出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。雰囲気が暗くすぐ機嫌を損ねることから、ブラック・ミケという愛称が付けられた。ジョニー・ベンチが登場する以前は、歴史上で最高の保守との評価を受けており、1947年にアメリカ野球殿堂入りを果たした。ボストン大学時代は、 アメリカンフットボールやバスケットボールにも優れ、5つのスポーツにチャレンジしていた。1924年にパシフィックコーストリーグのポートランド球団とのトレードでフィラデルフィアアスレチックスに所属。翌1925年からアスレチックスの正保守を務め、打つ方でも331と高い打率をマークした。アスレチックス在籍時は主に3番を打っていたが、 打率や出塁率の高さから保守に関わらず時折一番を打つこともあった。当時アスレチックスにはジミー・フォックスやアルシモンズといった強打者がいたため監督のコニー・マックはカクレーンに対して彼らへのつなぎ役としての出塁を主に求めていたという。以後カクレーンは持ち前の強い闘争心でチームを牽引し1928年は リーグ制覇を逃したもののその年の MVP を獲得。翌1929年からはアスレチックスをリーグ3連覇に導いた。1934年にアスレチックスは財政的な理由から各レーンをデトロイトタイガースへ放出。タイガースで選手兼任監督となったこの年は1年目からチームをリーグ制覇に導き、ワールドシリーズも制覇する。 また自身も二度目の MVP に輝いた。タイガースでは、翌1935年トリーグに連覇を果たしている。彼の現役生活は1937年5月25日のタイアンキース戦で突然終わる。この試合で、カクレーンは頭部に支給を受けて10日間も意識が戻らない怪我を負う。医師に再びプレーすることを止められた。カクレーンはそのまま現役を引退。 翌1938年8月6日に監督を解雇されたが、後遺症と言われる頭痛に耐えず、悩まされ続けた。その後、第二次世界大戦中は、ビルディッキーラと同じように、アメリカ海軍に従軍していた。1947年に、全米野球記者協会による選考で、アメリカ野球殿堂入りを果たした。タイカップとは、進行が厚く、カップが、 晩年カクレーンにいろ財政的な援助をしていた時期があった。カクレーンはカップの葬儀に出席した数少ない野球選手のうちの一人である。1962年6月28日にリンパ腺がんのためイリノイ州にて死去59歳没。1982年にフィラデルフィア野球殿堂入りも果たした。ジョニーベンチが登場するまでは 史上最強チームを編成するときに、ヨギベラやロイキャンパネラを差し置いて、保守としてすぐに名前が挙がっていたのが、このカクレーンだった。強権強打の保守として有名だったが、当時のラバーも貼られていないフェンスに激突しながらも、ファウルフライを補給するという恐れを知らないプレーで、相手チームをもうならせた。ファイト溢れるプレーから、ダイナマイトキャッチャーと呼ばれていた。 明治大学公式野球部の保守として1931年の日米野球に出場したい野川敏春は日本の保守たちはすべて隠れ員のプレーに見せられて何とか真似しようとしたものだと後年に当時を振り返り語っているミッキーマントルのミッキーは隠れ員のファンだった父が彼の愛称から取ってつけた名前であることは有名な話であるありがとうございます